フィアット124スパイダーとは、マツダとの技術協力協定によって、同社のロードスターをベースとして、フィアットが販売するにドアオープンカーである。日本国内においては、アバルト仕様のアバルト124スパイダーのみ導入されており、同年8月5日に発表された後10月8日より、販売を開始した。生産は、アバルトも含め、シ向ケチにかかわらず、 全量が広島県の松田宇治那第一工場で生産される。2013年1月、フィアットと松田が提携に合意。当時は2015年からロードスターをベースとした後輪駆動の2シーターオープンカーをフィアット参加であるアルファロメを向けに供給するという内容であった。この提携の背景には、松田側は本社工場の生産効率を高め、 フィアット側は商品力を高めてアルファロメオの世界販売台数を増やす目標があった。2015年11月18日、ロサンゼルスオートショー2015にて124スパイダーの名で世界初公開。基本骨格や基本インテリアをロードスターと共用するも前後衣装を初代124スパイダーをマージュした造形とし、パッと見は 全くの別車種である。また、エンジンは、マツダ製に代わって、フィアット製1.4リットルマルチエアを搭載。ただし、提携当初に予定されていたアルファロメオブランドではなく、フィアットブランドでの登場となった。2016年2月、ジュネーブモーターショー2016にて、アバルト版である、アバルト124スパイダーを世界初公開。124スパイダーをさらに注運し、 ブレンボ製、ブレーキ、ビルシュタイン製、ダンパー、レコルトモンツァのマフラー、機械式 LSD など装備する。2020年にアバルト版を含めて生産終了される予定。ありがとうございます。